はい、皆さんこんにちは、こんばんは、サクセスチャレンジでマグロが出た瞬間にダイブするミストでございます。はい、じゃあ本日はですね、そのサクセスチャレンジでの累計でいただいた、こちらのねガチャ券を引いていきたいと思います。はい、20% とガチャ券ということで、うん、なかなか珍しい組み合わせできましたね、今回は。というわけでね、20% から回りたいと思います。20%、5回に1回出るという感じですかね。はい、行きましょう。いいよ、まずはグロ取りまぐって、そっから何も見えない、明日が見えない、そんな社会人、さあ来い。マジで歯乗り困った今。なんか一瞬ホームランっぽく見えたんですけど、ちょっと眼科行ってきます。はい、というわけで、まあ、こっちが大事ですよ。それガチャ券いきたいと思います。今ね、復刻キャラが何体かいるので、そちらを狙っていきたいですね。はい、7位アレフトだとか三田村智明だとかを狙っていきたいと思います。いけ。さあ、こちらもググり会でございます。こちらもググって、ちゃんと赤玉が出て赤い系、いい演出ですね。この演出から何が出るんですか。金原さん、まあ悪くない。うん、これで私プラ4かな、うん、といった感じでございます。はい、うん、なかなか渋い動画になりましたね。はい、渋いキャラ、まあ金原は渋くないと思うんですけども、まあ、こんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。はい、まあサクセスチャレンジの動画もね上げていきたいんですけども、ちょっとね、私サクセスチャレンジのね見つかえるキャラをねあまり持ってなくてですね、というのも、まあヤシマであったりね、レンちゃんであったり、あの坂本源、矢部昭夫とかね、そちらをねでっきり組み込めないのが非常にちょっとね点数出すのに苦労してるといった次第でございます。まあ、ちなみにちなんどくと、現在が何だ1707、うん、といった感じですね。はい、まあ全然ですね、まだまだできれば100以内入りたいですし、まあ、1000以内に入れば SR ガチャ券が2枚もらえるんで、そうだっけ、1000以内ガチャ券ですね。1000以内に入ればガチャ券2枚もらえるんで、まあここをね目標にしていきたいと思います。はい、まあ、PSR ガチャ券もねまだ引いたことないんで、そこまで目指せたら目指していきたいんですけども、はい、まあうまくいったら動画上げようかなといった感じでございます。はい、ではそんな感じで失礼いたします。さよなら。